香港臨時政府の樹立を宣言。先日、香港のデモ隊が香港臨時政府の樹立を宣言いたしました。こちら、香港政府が次々と香港の方々に対し圧力を強化しているため、ついにこのような臨時政府樹立の動きまで 出てきてしまっておりますが、この臨時政府を樹立するのであれば、他国から承認を受ける必要がございます。香港の皆様、中国の中国共産党の支配から逃れるために、新たに政府を樹立するのであれば、他国に対し、 外交を行っていただき、承認を受ける努力を続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。